今日ののお話は夜空のカフェデート都市の屋上カフェで毎晩異なる星座をテーマにしたイベントが開催される一人のバリスタと彼が毎夜気になる客との間で芽生える恋の物語というお話をします星を眺める場所都会の喧騒を抜けた屋上にあるカフェは。 夜空と星座をテーマにしたイベントで知られていますカフェのバリスタユウは星空に魅了され客たちに最高の夜を提供することに情熱を注いでいました意外な出会いある晩カフェにあやという名の若い女性が訪れます彼女は星空についての深い知識を持っており ユウは彼女の知識と星への愛に感銘を受けます2人は星について熱心に話し合いすぐに意気投合をする星空の下の会話ユウとアヤは夜ごとにカフェで会うようになり星座の話や星空にまつわる神話を共有しますアヤの豊かな知識とユウのホスピタリティが組み合わさり 彼らの会話はカフェの他の客たちにも楽しまれるようになります綾の訪問が習慣となるにつれてユウは彼女に対する特別な感情を自覚し始める気持ちの変化ある夜綾がカフェを訪れた時ユウはいつもと違う雰囲気を感じ取ります綾は遠くの町へ引っ越すかもしれないと打ち明ける この知らせに動揺するユウは彼女に自分の気持ちを伝えるべきか悩みます星空の下2人の関係は新たな節目を迎えることになります告白の夜綾が引っ越す可能性に直面しユウは彼女に対する自分の感情を隠すことができなくなります次の星座イベントの夜 優はカフェを特別に装飾し、綾を驚かせます。星空の下、優は勇気を出して綾に対する愛情を告白します。彼の誠実な言葉と共に過ごした時間の思い出が綾の心に深く響きます。決断の瞬間綾は優の告白に感動し、 自分もユウに対して同じように感じていることを認めます。しかし、彼女は未だに引っ越しの決断に苦しんでいます。ユウはアヤがどんな選択をしても彼女を支えると約束します。この支えがアヤに大きな勇気を与え、彼女は重要な決断を下す準備をします。新たな始まり ユウとの関係を大切にするために引っ越しを見送る決断をします2人はカフェを共同で運営することにし星空の下での特別な夜をさらに多くの人に共有するプランを練りますカフェは夜空の魔法のような場所として地元コミュニティに愛される場所となります星空のカフェ 年月が経ち優と綾のカフェは星空観察の名所として名を馳せるようになります2人の愛はカフェの全ての核に満ち訪れる客たちにもそのぬくもりが伝わります彼らの物語はカフェの星空の下で始まり無限の可能性を秘めた未来へと広がっていきます以上で夜空のカフェデート の物語は完結しました次回の物語は書店の隠れた物語をお送りしますお楽しみに